こんにちは、エバトタケシです。今回はなぜ自分ばかりが嫌なことをやらされている、自分ばかりが損をしている、自分ばかりが被害を受けていると感じるようになるのかというテーマでお話ししていきたいと思います。しなければいけないという言葉を使うと、自分のすることが本当はやりたくない面倒くさいことに変わります。ご飯を食べるをご飯を食べなければいけない、テレビを見るをテレビを見なければいけないに変えることで、ご飯を食べることテレビを見ることが面倒くさい作業になってしまいます。しなければいけないという言葉を使えば使うほど、面倒くさいことをやらされている感が強くなり、自分は嫌なことを押し付けられている人間だという自己イメージが形成されていきます。自分は嫌なことを押し付けられている人間だという自己イメージが出来上がると、常に自分は嫌なことをやらされているというフィルターを通して物を見るようになります。自分は毎日嫌な仕事をやらされている、本当はもっと好きな仕事がしたいのに、本当はもっと自由に生きていきたいのにと不満を生み出す物の見方をするようになります。しなければいけないという言葉を頻繁に使い、嫌なことをやらされている感が強くなることで、自分のしていることがどんどん嫌なことになっていきます。本当はこんな家に住みたくないのに、本当はこんなものを食べたくないのに、本当はこんな人と付き合いたくないのにと、どんどん自分が望んでいないものに囲まれているような感じがするようになっていきます。自分は嫌なことをやらされているという被害者意識が強くなることで、自分のしてきたこと、自分のしていること、自分がしようとしていることをダメだと否定するようになります。こんなことをするべきではなかった、こんなことをしている場合じゃない、こんなことをしようなんて思ってはいけないと否定しまくることで、どんどん精神状態が悪くなっていきます。生きることが苦しくなるのは自己否定をするからです。こんなことをしてきた自分はダメだ、こんなことをしている自分はダメだ、こんなことをしようとしている自分はダメだと否定するから、生きづらさを感じるようになります。自分を楽にするためには自己否定をやめることです。自己否定をやめるためには、自分は嫌なことを押し付けられている人間だという自己イメージを崩していく必要があります。自分は嫌なことを押し付けられているという自己イメージを崩していくためには、しなければいけないという言葉を使わないようにすることです。しなければいけないという言葉を使わないようにすることで、自分は嫌なことをやらされているというフィルターが外れていき、不満を生み出すものの見方をしないようになってきます。この仕事があるから生活できている、この仕事もそんなに悪くない、自分の生活はそんなに不自由ではないと思えるようになってきます。ということで、意識的にしなければいけないという言葉を使わない練習をしていきましょう。ご飯を食べなければいけないはご飯を食べるに変えることができます。テレビを見なければいけないはテレビを見たいに変えることができます。しなければいけないという受け身の言葉から、私はそれをする、私はそれをしたいという能動的な言葉に変えることで、私は面倒くさいことを押し付けられる人間じゃないですから、私は自由に物事を決められる人間ですからという自己イメージを形成していってほしいと思います。しなければいけないという言葉を使わないことで、心を自由にしてあげましょう。